Thank you.
Thank you.
すんだよ。離せ離せ。静かにしろって。おい、何をしている。こら待て。誰だお前は。それに今の小僧は。お主こそ斎藤家では見かけない顔だな。お主ひょっとして明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太后豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより、様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら我が殿も喜んで迎えられよう。断る。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。ではひゃひゃ。様之助、この子に用があったんじゃないの。小僧。いやだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない。小僧、名前は。夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まりそうになっていたんだ。知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ。え、楓、夢丸を頼む。俺は雪見を。分かったわ。
様之助、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかし分からねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。様之助、一緒に出る方法を探しましょう。うん。ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。Thank you.
様之助、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。